はい、皆さんこんにちは。ギガのジュラシックワールドへようこそ。はい、今回もリクエストお答えしていきたいと思います。今回はこいつです。プテロタウストロですね。まあ僕が以前なんかこれなんか参加進化すげえ大阪のおばちゃんみたいやなみたいなことを言ってたんですよね。なんか確かマフラー巻いてなんかすげえ紫色とか、なんかめっちゃ派手な色して、なんか まさになんか大阪のおばちゃんかこれみたいな、なんか頭もなんかパーマみたいになってるしねみたいな感じで言ってたらですね、まあなんかその大阪のおばちゃんこと、プテロダウストロを作ってくださいっていうねリクエストがありまして、はい、今回作ることになりました。はい、いや面白いですね。大阪のおばちゃんだったらそういえばなよく覚えてましたね、そのリクエストを出した方もね。大阪のおばちゃんっていう、確かめっちゃ派手で、なんか頭もなんかパンみたいになってね、なんかそんな感じでしたよね。これしかしこいつ顎のしゃくり具合がすごいですね。なんかこれ牙じゃないよな、これなんだろうね、これすごいな。まあいいや、とりあえず餌やりやっていきましょうか。はい、これ毎回思うけど、この鳥かご、すっごいめちゃくちゃ広いよね、この鳥かご。一匹にしては。一匹を飼うにしてはめちゃくちゃ広いよね、ここの鳥かご。映画のジュラシックワールドの鳥かご、インドメスリックスが突っ込んだとこ、あそこぐらい広いよね、これ、一個で。これ、一匹でこの広さ使うのっていうね。感じですよね。はい。ということで、ピアノチーを一回、一発成功。さあ、一回しかどんな感じだったかな？ちょっと。こんな感じなんだ。まあ、相変わらず青子のしゃぐれ具合は変わらずという感じですね。なんだろうね。こっからなんかバーンって一気に派手になるんだよね。はい。とりあえず、まあやっていきましょう。はい、こいつ3回進化の見た目はね、確かに本当に私は大阪のおばちゃんって自分でも言ってたんでね、大阪のおばちゃんっていうはい、さあこいつ、3ペア目ですね。3ペア目、あった、餌が足りない、餌が、はい、餌を買い足しましょう。本当になんかマフラーのようなものを巻いて、紫色だったかな、なんかそんな感じの色で、めっちゃ奇抜な色で、頭もなんかパーマがかかってるし、みたいなね、そんな感じでしたよね、本当に。そこまでは覚えてるんですけどね。しかし、リスナーさんもその、よく覚えてくれたなっていう、僕が言ったその、大阪のおばちゃんっていうね、なんかその、まあネタみたいな、その、言葉をね、よく覚えてくれたなっていう、ちょっと、まあ、ある意味ちょっと嬉しいですね。さあ、大阪の、っていう、まだか。よし、とりあえず、まだ、最後のペアですね。これで、最後のペア。一回進化の4ペア目ですね。これで最後。はい。で、なかなか、ここの待ってる時間が、ね、本当にだるいんですよね。ここもちょっと早くならないかなっていう。はい。よし。はい。1回進化のプテロダウストロが4ペアできました。こんな感じでね。しかしなんだろうね。こいつは、この現状、この状態だと頭つるっとしてるし、なんか、あんまりかっこよくはないよね。なんか。まあ、このゲームのその、オリジナルテイストで、まあ、3回進化のなんか、まあ、デザインがね、すごい派手になるっていうのはあるんですけど、まあ、こいつ自体は非常に地味ですね、なんか。ただ、顎がすごいしゃくれてるっていうのがポイントですかね。はい。ということで、2回進化いきますか。2回進化。さあ、2回進化では、
かったかな、1回とか2回とか、ちょっとその微妙なところがね、全く覚えてないっていう感じなんでね。うん、まあ2回進化でも頭に特になんか作ったわけではなさそうだな。はい、なんかちょっとピンク色っぽくなったような、あー出てきましたね、なんかなんかピンク色とちょっと紫色っぽいような、なんかちょっとそういうね、なんかすごい派手な奇抜な色が出てきましたね。うん、ちょっと大阪のおばちゃんっぽい感じが出てきたかな。はい、さあ2匹目の2回進化、こいつが完成すれば大阪のおばちゃんが誕生でおきますね。まあ本当に奇抜で派手で造形もなんかすごい、もうそれをなんかそういう感じを狙ってるとしか思えないような、確かモデリングだったんでね、確かに。うん、さあまだかな、さあ2回進化の2匹目、はい2匹目、さあ2匹できましたね、こんな感じで。ちょっと餌をちょっと、はい、こんな感じで2匹できましたね。まあ、この時点でちょっとまあケバいというか、ちょっとおばちゃんっぽい感じがしなくもないかなっていう、この柄とかね、特に。ピンクと紫ってなんかすごい、なんかすごい奇抜だし、なんか、まあ関西に住んでる人から見れば、まあやっぱそういう奇抜なね、なんかおばちゃんっていう感じがどうしても、こう、真っ先に、こう湧くんでね、頭に。うん、どうしてもねそのイメージが強いさあじゃあ3回進化いきますか。はいはい、来ましたねさあ頭にパーマみたいなのがついております。さあこれはこれかなり奇抜ですよ、これは。大阪のおばちゃんですからね、本当に大阪のおばちゃんめっちゃ時間かかるね、これ。めっちゃジラシ来るな、これ。おばあちゃん。なんかすごいな。こいつは本当に。めっちゃ時間かかるやん。わしはそんな安ないで、みたいな感じで言うてんのかな。おい、ちょっと、全然進まん。マックスまでかかっちゃう。7回目これ。すげえかかったな。さあ、大阪のおばちゃん。うわぁ。うわぁ。大阪のおばちゃんやん、これ。マフラー巻いてるし、頭ほんとパーマやし、金髪ですか？で、ピンクと紫の柄の、まあ、シャツみたいなね。そんな感じですよね、なんか。ほんま、大阪のおばちゃん。これは本当もうそれしか見えませんわ。これね、顎のしゃくれ具合もまあ相変わらずということで、まあでも実際まあなんかその見た目はとりあえず置いといて、まあ、こいつの性能で言えばまあ強い方ではあるんですよね。確か普通に強い部類だったはず、こいつは。プテロダウストロ。さあ、39、40。やりました。最大レベルに達しました。はい。こんな感じですね。お、なんだ今のカメラ目線は。さあ、できましたね。で、ステータス2600の体力と2170のアタックということで、アタックがね、特に高いかなと、翼竜にしては。まあ今、メトリアフォドンっていうね、まあ最強の、翼竜がいるので、まあちょっとやっぱ影に埋もれがちですけども、まあ当時はね、こいつかなり強かったんでね、最強だったかな。まあ、こいつにはね、だいぶなんかボス戦とかで特にお世話になったような、記憶がありますね。はい。ということで、生態見ていきましょうか、生態。はい。プテロダウストロは1億5000
1億500万年前に現代の南アメリカに生息していた、アルゼンチンで初めて化石が発見されたと。南アメリカか。アルゼンチンっていうとギガノドサウルスのあたりじゃないの確か。学名のプテロダウストロはラテン語のプテロンデアアウストロ、アウストロですね、に由来すると。なんかラテン語って多いよね。なんかなぜかラテン語でなんか恐竜の名前つけるっていうのなんか多いよね。なんでだろう。さあ、プテロダウストロはフラミンゴのように浅瀬を渡り歩いて餌を探すと。浅瀬を歩くんだ。そんなに飛ばないっていうことかな。プテロダウストロは1000本以上の歯を持ってる。これこのしゃくれてるこれ歯、これって歯だったのかな。歯が1000本以上の歯を持ってるってすごいな。これ歯か。これ自分、これでもどうやって噛み砕くのこれ。このね、歯だとしてもすごいなんか難しそうだけど、なんか食べるとき、このブラシのような歯で水中の藻や、小魚などを捕食すると。このブラシのような歯、確かにブラシだわこれ。でもこれでガツガツと、まあ切り裂くというか、まあなんですりつぶすというか、そんな感じで食ってたってことですよね。なるほど。でもさすがにこんな大阪のおばちゃんっていう見た目ではなかったんだろうな当時。まあ一回進化の、まあこれがデフォルトなんでね。ブラシのような歯か。確かにこれ歯だったんだ。すごいしゃくれてんなとは思ってたけど、これすごいね。こんな形の歯を持ってる翼竜っていうのは、下手したらこう仲間とか、こう近くにいるだけでブスとか言っちゃいそうだよね、これ。まあ、その辺はうまくやってたのかなーっていう感じですね。1億500万年前ということで。で、南アメリカのアルゼンチンということで、ギガノドサウルスのあたりじゃないかな。近い、かなり近いところではあるんじゃないかな。はい。ということで、今回ね、このプテロダウストロ、大阪のおばちゃんことプテロダウストロ、レベル1からレベル4まで作ってみたという動画でございました。なんかよく見ると 目が、今よく見ると目がちょっとクリッとしてて可愛いですね。はい、まあ、ということで今回はこの辺で終了にしたいと思います。